ゆるりらです。普段私はインスタグラムでの投稿が一番多いんですけれども、ありがたいことに商品の PR としてものをいただくことが多いです。2022年もたくさんの商品をお試しさせていただいたんですけれども、その中でもこれは壊れても自腹でまた買うぞと思えるような本当に使えるアイテムを紹介したいと思います。2023年になってしまいました。本当はこの2022年 PR 商品良かったものまとめを年末にやりたかったんですけど、コロナかかってちょっとずっと伏せていたのでこのタイミングとなってしまいました。2022年のまとめですが、ぜひ見ていただければ嬉しいです。まずは洗面所、これはモットルの超音波式コンタクト洗浄機です。私と夫の分2つあります。で、開けてみるとこんな感じです。この中にコンタクトを入れて洗浄液を入れて蓋をしてスイッチオンすると超音波洗浄が始まります。で、使い終わったらコンタクト出して、で、これを水でこすり洗いして洗浄液を流すだけ。特にメンテナンスもいらないです。今まではこうやって普通にこすり洗いをしていたんですけども、これは入れてスイッチを押すだけなのでとても簡単です。もうこすり洗いすごい面倒くさかったんですけれども、これになって私はもう生活が一変したっていうぐらい本当に楽になりました。ちゃんと洗えてるのかなと心配だったんですけれども、もちろんコンタクトこすり洗いしてもこれ入れても汚れが見えるわけではないので、汚れが取れたかどうかっていうのはよくわかりません。だけど私はドライアイがひどすぎてずっと眼科に通ってるんですけれども、ドライアイなので眼病にかかりやすいです。ちょっと油断したら結膜炎とかかかるんですけれども、これが来てこれでコンタクトを洗浄するようになってまだ一度も結膜炎にかかっていません。なのでちゃんと洗えてると思います。手でめんどくさいなと思いながらこすり洗いするよりはよっぽど綺麗に洗えてると思います。形もコロンとして手のひらサイズ、このぐらいのサイズ、手のひらサイズでとても可愛くって、充電式なのでワイヤレスだし洗面所に置いててもインテリアの邪魔をしません。と欲を言うなら、このピンセットですね、これ使わないので、これでコンタクトつまむということもないので、この分いらないからもうちょっとちっちゃかったらよかったなと思います。あと個体差なんですけど、私のはちゃんと充電されるんですけど、夫のはちょっと接触が悪いのかちゃんと充電されないので、個体差ちょっとあります。でもこれが来て本当に楽になったし、これのおかげで綺麗なコンタクトを保てているのでとても満足しています。これはまた壊れてもきっと自分で買うと思います。楽天で売ってるので概要欄にリンクを貼っておきます。次はダイニングのこれですね。これ私の椅子なんですけれども、このクラシート、これはショート動画で詳しく紹介しているのでショート動画をちょっと貼っておきます。
このアーコールのチェアなんですけど、見た目が気に入って買いました。見た目が気に入って買ったんですけれども、残念ながらとても腰が痛くなります。腰が痛くなる、お尻が痛くなる、この座面が全くのただの木なので、ちょっと長時間座ってるのは結構辛いです。夫もこのアーコールのチェアなんですけど、夫はもう完全ギブアップで、今はイケアのスツールにさらにクッション2枚重ねで座っています。私はこのクラシートを置くようになって、長時間座ってても苦じゃなくなりました。クッション性は全くないんですけども、この通り硬いです。クッション性全くないのに、この綺麗な姿勢をキープできて座ってても辛くない、このクラシートはとても不思議です。色もとても素敵です。これはマスタード色なんですけど、色が素敵でインテリアの邪魔もしないし、この見た目が好きで買ったアーコールチェアにもよく馴染んでいます。これは気に入りすぎて、きっとボロボロになったらまた自腹で買うと思います。夫も半信半疑で、あまりこのクラシートに長時間座ってくれないんですけれども、クラシートが気に入ってくれたら夫の分も自腹で購入して、ここに2脚アーコールチェアを並べたいなと思っています。クラシートも商品リンクを概要欄に貼っておきます。お次はこのモフトです。スマートフォンスタンドなんですけど、このように折って立てられます。縦置きにも横置きにもできます。ここにカードが入ります。そしてこのスタンドはマグネット式で、マグセーフついてて、マグネット式で簡単に取り外すことができます。このモフトはケースとこのスタンドがセットでした。私は iPhone 14 Pro なんですけども、 iPhone 14 用の新しいモフトです。 iPhone 14 Pro のディープパープルなんですけど、このディープパープルの色に合わせてスタンドの色を選びました。実はモフトは2代目で、これ以前 iPhone 11を使ってた時もモフトを使っていました。1年ぐらいモフトを使っていましたが、とても快適で、インスタとか見る時もこうやって立てて見たり、で YouTube 見たり、とても快適です。でこのカード入れられるところも一度も落ちたことがありません。で磁気不良になったこともなく快適に使えました。前のモデルの時はこのスタンドだけだったんですけど、今はこのケースもスタンドも売られています。前の11のと比べるとこのスタンド部分が大きくなっています。これから多分スマホを変えるたびにモフトは自腹で購入すると思います。そのぐらいとても気に入っています。であとこのようにちょっとこうリング代わりにもできるので、外でスマホを見るときとか通話をするときはこのように手に引っ掛けて使っています。次はこちらキッチンなんですけど、これはサラサデザインストアの洗剤ボトルです。この洗剤ボトルもインテリアに興味を持ち出した頃、すぐの頃から知っていたんですけども、今やっと我が家に来ました。この中に洗剤を入れて、このようにくるくる回してこうしっかり蓋をして、このようにちょっと押すだけで出ます。少量ずつちゃんと出てくれます。このシリコンボトル柔らかくて押し出しやすいし握りやすいです。でマットな質感もすごく可愛いですね。おしゃれです。で今までずっとこのボトルタイプのものを使ってたんですけども、こう出すのにちょっと量の調節が難しかったです。で結構底もぬめるし、この口が小さいので詰め替えも結構失敗したりしてました。けどこれはここ中も大きいので詰め替えに失敗することがないです。もうちょっとしたことなんですけれども、
やっぱりキッチンアイテムがおしゃれだとテンション上がりますね。サラサデザインのこの洗剤ボトルも商品リンクを概要欄に貼っておきます。最後はこれです。 E ルームのガウンです。しっかり長さのあるガウンで、羊みたいなモコモコとちょっとベージュ寄りのアイボリーがとても可愛いです。で、これの気に入ってる理由はもう単純なんですけど、ものすごくあったかいです。今までユニクロのロングカーデを部屋で使ってたんですけれども、段違いにあったかいです。帽子もついてるので耳も首もあったかいし、ここリブなんですね。袖口が袖口リブなので、何か作業するときとか家事するときはきちんと腕まくりができるので、とても気に入っています。大きめのポッケも2つついてます。スマホとか入れるのに便利です。冬になったら毎日毎日着てるんですけども、ちょっと薄汚れてきましたけど、もともとこういう羊みたいな素材なので、あまりそのこう毛羽立ちとか、まあ、もちろん毛玉もわからないし、この薄汚れた感じもそこまで目立ちません。なので結構長持ちするかなと思っています。これがダメになったら絶対自分で自腹で買います。そのぐらい愛用しています。冬はこれがなくてはならないです。この E ルームのガウンも商品リンクを概要欄に貼っておきます。 PR のオファーを受けるときは基本的に自分の気になる商品や使ってみたい商品を受けるようにしてます。でも残念ながら届いたら、あまりこれはちょっと使わないかなとか思ってたのと違うなっていうのが結構あるんですけれども、今日紹介したのはこの商品を知れてよかったというような商品ばかりです。もしよかったら概要欄から商品リンクをチェックしてみてください。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。